こんばんは。大遅刻してるやん私。すいません。お待たせしました。ちょっと暑いですね。今こうやって扇風機つけてた。最近さ、冷房つけない日が続いててさ、風呂上がりだからかな。めっちゃ暑い。うるさいですかこれ。ちょっとしばらくつけてていいですか、扇風機。手持ちの熱。こんばんは。ちょっと今日はメイクもしてなくてめちゃくちゃすっぴんなんですけど。うるさいかな。いや、こう置いてるからか。どう、ちょっとうるさすぎたら言ってください。コメント、あー、こんばんは。お久しぶりです。5日ぶりくらい、もっとかな、くらいの配信。待って、充電どんくらいしようかな。充電してるからいつも。どうだ、充電 OK、 いけそう。こんばんは。ちょっと前髪を乾かしたい。ヤッホー、すいませんね。お待たせしましたというか、しばらく体調崩してお久しぶりになりました。まずはね、9月22日に卒業公演を予定してたんですけど、ちょっと体調不良が出まして体調不良が出まして、まあ出まして、すいません、本当に本当に申し訳なくて。まあ体調不良は仕方ないねことですけども、まあ卒業公演が延期なんで本当にね、私自身も悔しくて、やっぱ直前も直前でしたし、決まったのがめちゃくちゃたくさんの方に迷惑かけてしまって本当に申し訳ないなって、すごく改めて皆さんに謝りたくて、ね、しょうがないことではあるんだけど、あの日にしか来れなかったこと方もいらっしゃるだろうし、もちろん遠くから、ね、来られる方はその交通費や宿泊費もそうですけど、相当なお金が、ね、無駄になっちゃったというか、無駄になっちゃった、ね、方もいると思うので本当に申し訳ないと思って、そう、本当に本当にすいません。なんかさ、私の周りの友達とかも福岡から来るねって言ってくれる友達とかもいてさ、その子たちも結局来れなくなっちゃって、本当にいろんな人にもご迷惑かけ、ご迷惑をおかけしちゃって申し訳ないです。お金を、お金も時間も、まあこれはしょうがないですからね、しょうがないとしか言えない。うん、そう、その中止になって分の卒業公演もね、本当にスタッフさんにも理由を言って10月1日の夜の公演にね入れていただくことになりました。日曜日ですしね、皆さん来れたらいいなって思うんですけど、まあ10月1日の卒業公演の日まで皆様あと少し、また改めてどうぞよろしくお願いいたします。いや本当に最後の最後でこれかと思ってすごい、あの時の私の落ち込み具合やばかったです。千秋楽公演は出ないですね。
体調はねまだバッチリではなくて、全然だから1日までになんとかね、せっかく用意していただいたので改めて日をその日までに元気にパフォーマンスできるまでには体調戻したいなって思っているところでございます。体力つけないと、体力がと落ちしてるからまあでも本当に一番ピークの時に比べたらだいぶ元気になりました。カラオケ配信をこの前したじゃないですか、初めて。あの時ちょっと喉が調子悪くてって言ってたじゃないですか。あのあとみるみると体調が悪く、みるみるとって悪く、言い方あるか、めちゃくちゃ体調悪くなっちゃって、そのすごい体調悪かった時に比べたらだいぶ崩れも飲んでいっぱい寝て、だいぶ良くなったかなと思いますねはい、まあ、まだちょっと 今の体調じゃガラガラ声の歌声をお届けしちゃうことになるので、しっかりまだまだ休んで適度に、そう、体力をつけなきゃいけないんですけど、うんって感じですかね。熱は一切出なかったんですよね。体調めちゃくちゃ悪かった。熱以外の不調は全部出たけど熱だけはなかったです、なぜか。ご飯はね、だいぶ食べれるようになってきましたよ。まだまだだけど、だいぶ。本当にピークの時、息してるだけでしんどすぎて、もう寝てないときついくらいだったんだけど。もう今はこうやって喋れるくらいにまでなりましたから、うん いやーそうですね、やっぱ緊張もう全くないと思ってたけど、その卒業を迎えることに対しての緊張やストレスも少しあったんじゃないかとか、一番そうですね、もうちょっぴりあったんじゃないかと思うけど、ないですけどね。まあでもまあだいぶ元気になったんでね、よかったですよ。なんとかなんとか。はい。うん。喉はだいぶ、今はなんだろうな、咳と鼻水くらいかなになりましたね。うん、だいぶ。うん、確かに明日は新曲の発売日ですよね。うん、明日ですよ、27日。私はあれですけど参加してないですけど、一応まだね AKB のメンバーですので、皆さんぜひゲットしてください、聴いてください。卒業公演は10月1日にあります。申し込みもねもう始まってますけどね。私推しの方がたくさん当たるように祈っております。そうですね、もう体調崩さないように、皆さんも体調気をつけてください。ね、それこそ公演来られる方とかは、まあ、気をつけててもですけど、流行ってますから今ね、気をつけて、うん、そうそう、
日曜日になります。うん、前回当たってた方がもう一回来れたりする感じなのか。うん、そうね、その日珍しく珍しいパターン、お昼はチーム B の公演で、夜がチーム4の公演になります。昼夜2公演かと思ってたから、まあ、夜公演にしっかり向けて準備をしていきたいなと思います。当たりました、イエーイ、楽しみましょう。全メンバーは出てますか？顔疲れてる。そうですな、この5日間くらいはでも本当に何もとにかく寝なきゃと思ってひたすら寝て、1日の半分くらい寝てました。半分くらい、そう、ほんと2日前とかまではこうやって座ってるだけでもしんどかったの。喋るなんて考えられないくらいだから、今すごいこの回復を実感してます。うん、ここ最近何がありましたかね。皆さん何がありました？私は22日に向けてこの髪の毛を染めたのと、あとネイルをしたので、ちょっと、ね、伸びてしまったので1週間くらい、1週間ちょっと、なのでちょっと色落ちとか心配です。だいぶ明るくなっちゃってきちゃったんですけど、まだまだギリギリ、あと何日だっけな、今日26 いや、だいぶ明るくなっちゃいそう、髪の毛が。頑張ります頑張ります。ネイルも伸びつつある、かわいい改めてこのネイルした日とかに体調悪くなってた。うん。いいね。
昨日めっちゃ昨日最近涼しくなりましたよねと思ったけど今日暑いよね。でも最近すごい一気に涼しくなって秋を感じます。でももう10月になっちゃうもんね。気づいたらです本当に早い。何時までしょうか。10分くらいからしたから久しぶりだから10時くらいまで、うん、10時くらいには終わります。朝、確かに朝はね涼しいよねだいぶ。うん、おせちの予約始まってるの？すごい。すごいな。あっという間に今年も終わっちゃいますね。早すぎか話が。今日久しぶりにクーラーつけようかな。もう本当に体調悪かった時とか特に寒気がすごかったんでもう布団にくるまってたんですよ。エアコンとかつけれず、だからそれからずっとつけてないんだけど、あ、涼しくなったしもうエアコンもつけずにいけちゃうのかなと思ってたけど今日普通に暑かったからエアコンつけようかな。公園の日今のところ曇り予報。お、前回22日は雨予報でしたから実際雨降ったっけ。どうでしょう10月1日これで晴れたらすごいよね。逆に晴れ女だと思う。逆によも逆に結構雨でしたか。これでちゃんと1日めちゃくちゃ雨だったらもう正真正銘もう誰に何と言われようと私は雨女になると思うけど。いやまあどっちでもね最高の日にしましょう。雨でも晴れても喜んできた。イエイ。
そう、ここ最近の私の近況を話したいけど、ずっと寝てた。だけ、みんなの近況は？うん。髪の毛色、ちょっと明るくなっちゃった。でもまだわかんないぐらい。あと5日でどれだけ耐えられるかよ。アイス食べたい。いや、ほんと体調悪い時ってスマホのとかの画面も見るのきつい、きつくって涙出ちゃう。あー目が痛いってなっちゃう。ただぼーっとしてるか寝てるかだった。ピノのカフェオレ味をし、美味しそう。それ絶対私めっちゃ好きなやつじゃん。ここ本当にアイスかフルーツかゼリーしか食べない。出なくて、一昨日昨日とかくらいからやっとおかゆみたいな食べ始めたけど赤ちゃんみたいな食事してる。そうね、まだ今まだいろいろ食べれないからすっごいでっかいステーキとか食べたいですね。杉岡園の日コーヒーの日。そうなの？私の日やコーヒー、なんかさ、カフェインもあんま取っちゃダメージじゃないですか。脱水症状っぽくなってるから。コーヒー毎日飲んでたけど、コーヒーも全然飲んでないから、欲してる。そう、ステーキ食べたいんです。ステーキとかね、なんだろう、パンなら食べれそうかも。ブリかな、ちょっとなら食べれそう。いや本当に、でもマジで今体力がもうアリさんくらいしかなくて公演の体力が心配です。オープニングでもうバテてる。絶対普段でさえあんだけきついからさ、ヒョロヒョロってなってるかもしれない。あ、お寿司とかもう今全然食べたくないもん。お寿司とか体調良くなったら食べたいです。今全然お寿司干さないもん。食なんだろうな、ステーキとか食べ元気になったら食べたいけど、今全然食べたくないもん。もう想像するだけ気持ちうーってなるから、ほんと元気になって早くそういう美味しいもの食べたいですねラーメンとかさ、わかるわかる、こってこてのラーメンとか今食べたらもう大変なことになるくらいだからさね、元気になったらステ
ステーキとお寿司とラーメン食べたいですね。アイスとかが食べれる。だから本当何も食べれなかった時、アイスとゼリーとフルーツで生きてました。サラダも無理ですね。サラダトマトとかなら生きると思うんだけどさ、サラダって出されると、うわマカロンとか今全然食べたくないもん。悲しい。大好きだろ、ね、マカロン食べたいな。元気になったら食べたいものいっぱい。今も元気なんですけどね、あの食欲がすごい戻ったら、うん、うん、そうそう、です。まあね。今更ですけど大丈夫そうです。うるさくないですかこれ。もう慣れたか、うん、眠くなってきた。ほんと最近寝すぎてて、いくらでも寝れる体になっちゃった。びっくりするぐらい寝てる最近。まあでもこうやってやっとお話できるくらいにはなったの。ショールームもやっと再開できますね。あとは伸びた分で SNS も更新していきたいですね。どうやって体力つけたらいいですかね、残りの短いこの期間で。一番は元気の売ってるあのご飯をいっぱい食べることだろうけど、まあ、そこは少しずつ頑張っていきつつ、体力のつく食べ物って何？ステーキ、運動する、走る。でも今本当心配。ちょっと歩くだけでもってなるくらい、ほんとアリさんの体力なんで、ちょっと歩けばいいかな。あのウォーキングから始めたらいいかね。それちょっとずつ大丈夫かな。私ほんとにアリさんの体力でサムネイル公演出ていけそうかな。まあまあまあ頑張れる限り頑張ります。頑張れる。うん、アリさんの体力って何なんだろうね。わかんない、意味わかんない、自分でも言ってて。うん、まあそうだね、正直そうなんだよ。アドレナリンがなんとなく
結局ね、アドレナリンで。それな、今全身の筋力が弱ってるよ。筋肉痛になるそう。そうね、少しずつ体を動かして。あと5日ですからね。あっという間ですね。筋トレ、確かに。久しぶりに動いてるよ、しなかれん見ましたでしょう。イエーイ。ないですか、いつもと変わらず。いつもと変わんないな、なんか白い T シャツ着て。ちなみにここにニキビができかけてます。病み上がりの顔。病み上がりの顔。おもろ。確かに。ああ、面白い。元気ない顔してる。なんでしょうかね。確かに。なんか。元気ないね、顔が。なんだろう。なんですかね。なんだろうね。血色、お風呂上がりで今結構暑いから血色をリップもしてますしね。なんだろうね。なんか元気ないよね、顔。めっちゃ痩せたからかな。多分ご飯食べれすなすぎて。多分めっちゃ痩せたんですよね、体がさ、もう細、なんかさ、痩せてる。良くない痩せ方してるんだけど、めちゃくちゃなんかところどころさ、うわめっちゃ細くなってるみたいな、細くなってるみたいな、もう分かるんですよね、このほんと数日でさ。こんなに痩せるもんが病人ってってくらいの痩せ方しててさ。うん、まあ戻し、いやまあでもまあいいことですよ、まあ痩せていいことですけど、少しずつね食べていきたいねと。うん、それかもしれない。顔が確かになんか、なんか顔が違うよね。ああまあでもね、こんだけ元気になります。こんだけ元気に、逆に5日もそのさ、体調悪い時をお見せしてないから、むしろ元気ない人だよね、皆さんからしたら。まあでもこうやってね、おしゃべりできるくらいにはなりました。
なので ご安心ください。ひとまず、まあ、改めて10月1日になりましたから、あと5日でしっかり食べて寝て体を動かしつつ体力戻していけたらなと思いますね。うん、ありがとう。イエーイ。鼻声だよね。そう、鼻水がね、どうす、喉鼻あたりがね、だけがまだ、だけです。調子悪いのはね、まだ。それ以外は元気です。明日も夜かな、ゆっくり配信できたらなと思いますので、扇風機の音、みんなも気をつけてね。10月1日まで、それ以降もですけど、本当に気をつけてください。気をつけてるよね。そんなみんな気をつけてるよね。気をつけてない人なんかいないよね。みんな体調万全で10月1日会えますように祈っております。そう、今は特に本当にね、もう本当にもうみんな元気で会えますように。願っております。そうね、みんな気をつけてるよ、体調なんかね。そう、当たり前だ。もう仕方ないんですよね、体調が悪くなっちゃうっていうのは。仕方ないことでございますよ。うん、私はもう大丈夫ですよ。もう体調こんだけ崩したんで、もうこれ以上悪くなることはないです。流行り物に気をつけて流行っておりますから、イエイイエイ。昨日何時に寝たかな、本当にね、8時とかってか、でもずっと寝てたんだよね。やっぱ薬で眠くなって眠りにつくみたいな、寝ても寝ても寝るみたいな生活、本当に寝てたの。寝てないときつくって、最初の方本当に、だからずっと寝てて、でやっとご飯とか食べれるようになってからは薬も飲まなきゃいけなくて、で薬飲んだら眠くなっちゃうから寝てみたいな。寝て起きてちょっとなんか食べて、で寝てみたいな、みたいな日々でございました。そう、そうですね、あと5日で私ができることは、アリさんの体力をアイドルの体力にまで戻すことですかね。一回食べて寝て、うん、なんかさっきからずっと同じこと言ってるわ。すいませんね。ずっと同じこと言ってるわ。ばあちゃんみたい、私のばあちゃんみたい。
体に気をつけんばよって何回言うとかってくらい言うから、まあね、体には気をつけないといけませんけども、そうよ、それが一番、健康第一、うん、ですから、はい。まあね、そうね。うん。そうね、明日はアリから、確かにハムスターくらいハムスターくらいかな。ちょっとお散歩でもしてみようかな。体をさすがに動かさないとね、あの月中で倒れちゃうから。今のとこの体力だとサムネイル公演始まって月中で多分倒れるんで。月中のサビ、いや、アドレナリンでなんとか行って1サビ1番のサビ終わりくらいで多分倒れちゃうんで、今のとこの体力だと、うん、なんとかね、翼はいらないまで歌って踊り切りたいので、しっかり体調回復に努めます。いや、もう自己紹介にはおらんよ、月中で倒れてるんで。逆に自己紹介あたりで再、あの登場、再登場して、すべては途中ユニットもいないですね、多分。うん。そう。なのでまあ、はい。努めます。すごく久しぶりにこんなに喋ったので、なんか変な感じです。声をこんなに発したのも久しぶり。たまに親と電話するくらいだったんですよ。その時もね、あれでしたから、こんなに話すことなかったですか、長く。久しぶりにこんなに言葉を発した、声を発した。うん、喉は全然大丈夫。喉は、そう、喉は全然大わかんないな、全然大丈夫とは言わないのか、その、うん、だいぶ回復しました。もう最初は喉が一番激痛で飲み込むのもきつかったけど、今はそう比べたらね、うん、咳がちょっと出るくらいだから、今はだいぶ、はい、元気です。パワーパワーです。元気もりもりです。今は心配なく、そう、皆さんに伝えたい私のパワーを。そう、今日はそれだけを、卒業公演ごめんよっていうのと、今もう私はこんだけ元気だったぜっていうのを皆さんに知らしめたかったので、そう、知らしめたかったので、それが皆さんに伝わっていれば幸いでございます。
知らしめられましたか？それでは何よりでございます。それでは、はい、何よりでございます。ありがとうございます。まあ、時間もね、まあ、あとちょっとになりました。本当にね、5日ほどでしたけど、お待たせしました。卒業公演ね、改めて延期になってしまったんですけど、体調もだいぶ回復してきたので、残り5日くらいですかね。どうぞよろしくお願いいたします。卒業公演の最後の日まで引き続きこうやって配信とで SNS の方はまた復活して続けていきますので、見ていただけたらなというふうに思います。ではありがとうございました。この遅い時間に。おお。ありがとう。ランキングを読みます。13ひなちゃん、12ひでじろさん、11はじめしさん、10位ナラさん、9位ジェリンさん、8位スタートラインさん、7位トリオエジさん、6位ムーチンさん、5位アマツカデさん、4位アニオンナイトさん、3位アキフミさん、2位関西エイトシさん、1位タートシさん。ありがとうございます。ありがとうございました。遅くまでありがとうございました。ありがとう、おやすみなさい。ありがとうございます。ではまたね。バイバーイ。